さあ、発売が近づいてきました。ロマンシングサガ2、こちらについては10月24日に発売の予定となっています。そして公式 X であったり、公式サイト、大手メディアの先行レビューであったり、情報が日々出てきておりますから、今日はこちらについて語っていきましょうか。まずですね、本作は1993年に日本でミリオンセーラー記録したロマサガ2のフルリメイクとなっていると、まあ、ここについては多くの方がご存知かなと思いますね。で、まあ、ここについても皆さん、ご存知かと思います。で、その中で今回は、様々な職業であったり、種族からなる30以上のクラスが登場すると、クラスごとにステータスであったり、得意な武器、術などが異なってくると、すべてのクラスを皇帝にすることができると、そのような仕様となってます。で、またですね、こちら直近で控えている生放送なんですが、どうやらですね、9月28日の15時から、ロマサガ2リベンジオブザセブン東京ゲームショー2024スペシャルステージ、なんとね、こちらが生放送として、公開される予定となっております。こちらぜひ皆さん必見ですので楽しんでいきましょう。9月28日の15時からか、あと2週間ですね。そう、東京ゲームショーもね、あと2週間ぐらいなんですよ。いやー、けど残り2週間か。なんか近づいてきましたね。2週間。ちなみに、こちら東京ゲームショー皆さんご存知かと思いますが、ね、私有代も確か当日準備されてるはずなので、同じスクエニブースの中に、まあドラクエ3リメイクとかもありますから、まあこのロマサガ2と、あとドラクエ3リメイクが、両方ともですね、体験することできますので、ぜひ足を運んでみてはどうでしょうか。ただ一方で、こちらですね、東京ゲームショー、もちろん現地に行けない方もいらっしゃいますので、まあ良心的ではありますよね。15時から、別途、スペシャルステージ、公開してくださると。まあそういった状況ですかね。で、またこれトレーラーについては以前公開されたものとなっておりますので、ぜひ見ておいてください。で、今回ですね、新たな情報としましては、旅先で仲間になるクラスといったところで、ロマサガ2にはアバロン・ジョーナで仲間にできるクラス、その他ですね、旅をして領土を広げることで仲間にできるクラスが大勢いると、一つのクラスの中に10名ほどのキャラクターがいて、それぞれ異なるパラメータを持っていると、現在公開されているうち、旅先で仲間にできるクラスをピックアップしました。で、まあこれがですね、人間クラスとなっていると。で、こちらがホーリーオーダー。で、あとこちらがノーマットとなっています。で、ホーリーオーダーについては、高い魔力を持つ聖騎士っていう設定となっていて、で、このノーマットっていうのは、自然広がるステップで生活する遊牧民。このような設定となっています。またイーストガード格闘家で、イーストガードについては帝国防衛のために東方の剣士によって編成された兵団、王国ヤウダに伝わる独自の剣術を、極めている方なのかな、そういった状況になってます。で、この格闘家については、南バレンヌの竜の穴を本拠とする格闘集団となっておりまして、鍛え上げられた肉体を誇り、体術を得意としていると。まあ見た目通りではありますよね。で、総帥については代々ザ・ドラゴンを名乗っております。で、次は武装小戦団かな。で、あとまあ最後族っていう形で、こちらも登場する予定。で、武装小戦団につきましては、いわゆるまあ海賊みたいな感じですよね。海賊やモンスターに対抗するために武装した小戦団。まあそもそもなんか、こいつ自体が海賊みたいなイメージを持ってんだけど、まあそれは置いとき。団員はヌオノや、モーベルトのアジトに滞在していると。で、マゼランなど、名前は船乗りなどの海に由来する人物から取られております。で、最後族につきましては、ナゼール地方で狩猟生活をしている遊牧民と、結構遊牧民が多いんですよね。ムーという動物を飼育して、移住派と、農耕派がいると、A リーグなど、名前の由来は、北欧の方かな、こちらの方から取っております。で、アマゾネスと、海の女、アマかな、はい、アマですね。まあ、そういったところで、アマゾネスについては、サラマットのジャングルに住む戦士と、
かつてはエイルネップで暮らしていたが、村の男たちが七英雄、ロックブー家の誘惑の罠に陥ってしまったことで、女だけの独自の共同体を結成すると、そのような設定がありますね。で、こちらについては、漁業をね、営んでおります。で、町の生計を支えていると、かなり完結的ではありますよね。で、あと、人外グラスといったところで、いわゆるそのモンスターみたいな感じですね。モンスター種族っていう認識で間違いはないかと思いますね。で、サラマンダはこういったビジュアル。で、モール族はこういったビジュアル。で、あと、ネレイドはこういったビジュアルとなっております。そういったところで、結構ですね、様々なクラスがいますので、相当な数が出てくるんですよね。で、さっきも言った通り、30以上のクラスが登場するからさ、登場人物は相当な数に上りますよ。人物っていうか、登場キャラクターっていう言い方が正しいのか。登場キャラクターはかなりの数に上りますので、そこもですね、このロマサガ2の魅力的なところの一つかなと思っておりますので、今回ですね、一部のクラスのご紹介といった状況でしたが、発売までまだまだ時間がありますので、おそらく映像がね、このタイミングで公開されるかと思いますので、そのタイミングで今まで未公開だったクラスなどが、オープンになっていくと、そういった流れになっていくかなと思いますね。ただこちらのゲームにつきましては、リメイク作品となっておりますので、基本的にはベースはですね、当時のロマサガ2、こちらがベースになっておりますから、正直ガチの最新情報ではあるんだけどさ、ただ一方で元がね、ロマサガ2なんで、そちらの当時のですね、例えばウィキであったりとか、何かしらの攻略本とか見ていただくと、大体ね、何が出てくるかとか分かってくるかと思いますので、もし気になる方は先行でそちらをご確認していただく方が良いのかなと思いました。リメイクなんでネタバレとかクソもないからね。はい。そんな感じかな。ロマサガ2リメイクについてもかなりですね、注目が集まっておりますから、かなり楽しみかなと思っております。ドラクエ3リメイクと、ロマサガ2リメイク、両方ともですね、今絶賛、かなり人気が急上昇しておりますが、特にこのロマサガ2リメイクはね、今作かなり注目集まってますからね、注目が集まってるというか、このゲーム自体の完成度が高いから、かなりニーズはあるのかなと思ってます。厳密にはドラクエ3リメイクで、今スクエニがかなりね、勢いを増している状態なんで、それにね、横展開派生して、で、このロマサガ2リメイクもね、今勢いに乗ってるって感じでしょうか。ただ予約については、まだそこまで進んでいないみたいなんですが、ただ売上本数的には結構いくんじゃないかな。多分国内パッケージ版のみで10万本とかを超えてくるんじゃないかなと思っておりますので、スクエニの中ではかなり大きなタイトルになってくるのかなと思います。ついこの間発売した聖剣伝説の、最新作か、あちらもね、スクエニ的には結構力を入れていたみたいだけど、低調に終わってしまったので、売上本数ベースでは、評価は高いんだけどね、果たしてロマサガ2リメイクがどれだけ売れるかってところでしょうかね。はい、とりあえず、次の情報はね、約2週間後となっておりますので、一旦はそれ待ちかなと思います。そうですね、多分それまでに新たな情報とかやってこないんじゃないかな。東京ゲームショーに向けて何かしらのキャンペーンが組まれる可能性がありますので、正直あるとしたらそれぐらいかなと思ってます。一旦ですね、9月28日15時、こちらがね、一つポイントとなっておりますので、またその日を迎えたら取り上げていきたいと思います。ってことでお疲れ様でした。バイバイ。